もこんにちは、みもりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが2社連続フォアボールさんです。80さんです。2社連続フォアボール。そうか、言い方が間違えたか。言い方というか、そうだそうだ、まあ、ボール球の数で4つのボールが2つで合計8個のボールでってことでしょ。違う、俺は80。主人公みたいな言い方これからストーリー始まりそう。あ、いや、終わる終わる。80さんか。80だよ。ありがとうございます。あ、うっす。お願いしますね。はい、久しぶりですね、はい、え、お話しましたよね。いや、してないしてないしてない。今してない。聞こえたもん、プって。いやいや、違う。ちょ、正直に言ってください。いや、足が擦れた音。お願いしますね。はい、久しぶりですね。お願いしますね。はい、久しぶりですね、はい、え、お話しましたよね、はい、いやいや、いや、俺は、屁はもう、こくときはちゃんと懺悔するって決めてるから。じゃあ謝ってください。いや、今のは違う、擦れた音だって。じゃあおならなのか、うん、屁なのかどっちですか。いや、それ一緒だって。文字数が違うだけで。どっち。屁。おい、こいたんじゃねえかよ。選択肢がなかったか。そういうことにするんですね、うん、相変わらずそういう人か。違う。いいよ、まあ、このチャンネルのせいで、まあまあ、おならの人って思われるから。屁もこいてるし、嘘もこいてるんですね。そう、ちょっと体調が悪くてですね。あ、まあここな、やっぱ小林もいいし。いや、ここ全然ないっすよ。その昆虫ハウスが異常なだけで。あれ、なんなの、どうする、あれ。あれ、なんすかね、小林対策。皆さんどうしてるか一応コメントいただけたら幸いです。ちょ、昆虫ハウスの方がなんか小林がすごくてですね。なんなんだろうね、あれ。はい、ということで今回何をするかと言いますと、うん、産卵セットを組みたいと思います。産卵セット。はい、また産卵セットかよと言わずに見てってください。八村さんだけは楽しみにしてください。産卵セットか。そう、まあでもね、ここから産卵セットを組んだっていう過程があってからこそのやっぱ、はいはい、卵が取れる、幼虫が出てくるっていう喜びもありますんで、うん、成虫からが楽しみだからな。いやいや、そんなんダメですよ。あ、そうか。だ、ゾイドとかもぐちゃぐちゃの状態で、うんうんうん、僕箱から取り出して、それを一個一個ハサミとか切り取ったりしてね、うん、それをつなげて一個のかっこいいやつにするっていうのがやっぱ楽しいんですから。それと一緒です。あ、そうか、あれと一緒か。そうです。あ、ごめん、勘違いしてた。産卵セットは部品をきれいにちょん切ってるところです。今回、産卵セット組むのがこちら、アドゥンクス二股クワガタですね。アドゥンクス二股。はい。うわ、高っ。いやいや、これ何でか覚えてます？触れたもの全部買うやつです。あの企画の、あの企画のやつで、まあ、あ、これはその言ったら求めてなかったものというか。あ、はい、ただまあ初めてブリードするんで、うん、二股クワガタ系なんですけど、これちっちゃくて、もう今オスとメス一緒に同居させてて。あ、かわいい。こんな感じで、ちょっとゼリーないからあれですけど、メイトガードっていうオスがメスを守ってる状態も見られるんで、まあ、産卵セット組んだらまあ産んでくれるかなとは思うんですよ。顎がね、もっと大きかったらちょっと特徴が出てくるんですけど。お、長い。結構なんていうんですか、まっすぐで。ほんとだ。大きくなるともうちょっとあれですけど、これで見たらやっぱこの中の、うん、ここが発達してて、内側の方が、うん、で先端の方が今ギザギザが多少あるみたいな感じなんですけど、ただ俺もね、あんまり大きいやつもあんま見たことないんで、これからどうなっていくか楽しみかなっていう。野外品で足が取れちゃってる。え、大丈夫、映しちゃう。施設が、はい。だからもう結構寿命も近づいてきてたんで、もうペアリングして、まあ産卵セット組んだ方がいいなっていう判断もありますんで。はい、じゃあ早速今回使うもの、クリアスライダーのラージサイズと、はい、こちらリヌマット。お、いつものこちら。はい、バクテリア剤ですね。これは9月の中旬にもう土の中に埋め込んだやつなんで、まあもう使えるかなと、うんうん、まあ正直いつでも使えるは使えるんですけど、バクテリアがその剤の中に入ることによって菌が発生しづらくなるっていうやつなんで、まあある程度漬け込んだ方がいいと。漬け込みすぎても大丈夫なんですか。漬け込みすぎたらバクテリアがもう材をボロボロにしちゃうんで、柔らになっちゃうんですよ。柔らかいじゃもう無理。柔らに。そんな柔らかくないみたいになるけど。いやいやで、これと、まあ最後水苔ですね。こちら、これもう水でふやかしてあるんで。クワガタで水苔って使うんですね。使えますよ。なんでそれもいろいろあるんで。最近の動画見てないですね、じゃあ。いや、俺でも見てるのは購入品紹介と。ああ、選んでちゃんと。そうそう。あと具志堅くんの。うん。具志堅ね。名前いじりのところ必ず見てる。楽ですね、具志堅。何々県はすごい楽。確かに。これちょっとじゃあやっていきましょうか。はい、こちらに。もう簡単ですよ。まずそれが N マット。N マットを投入。プレーンの投入ですね。あの緑色のパック。緑色のパックです。あれか。大豆。美味しいね。水はもう入れなくていいかなと思ってます。
その水分多すぎるとやっぱどうしても材がカビやすくなっちゃうんで、個人的にですけど、まあ、全部個人的な話ですけど、これは今僕と百列拳中ですね。試験ですよ。いや違う違う言葉いじりじゃないですよ。具試験じゃないでしょ。あなたは803ですから。はい、これでこの中にバクテリア剤入れていくんですけど、一回出しましょうか。はい、漬け込んだ剤ですね。まあ何本か入ってるんですけど、そのうちの3本使います。3本だからぬか漬けみたいなもんですかね。あこれの、まあ、土を剥いで、まあ、いい感じで回ってんじゃないですか。わかるんですか。わかんないです、あんまり。え、まあ、結局もうちょい長くやった方が、あで、バクテリア剤するときはこれ皮なんですけど、このなんていうんですか、薄皮、はいはいはい、これはちゃんと取ってた方がいいです。じゃないと結局この中が剤で、ここにまだバクテリアがまとわれてない時があるんで、そうなっちゃうとまたカビ生えてきちゃうんで、あなんかここは良くない例ですね。まあ、バクテリア剤しなくてもまあ大丈夫っちゃ大丈夫なんで、だカビを毎回こう取り除くのがめんどくさいんで、バクテリア剤の方がいいかなっていう。まあ、薄皮があると虫的には結局掘るんですけど、うん、まあ、余計な負担というか、あそっか、いらない場所なんで。でこの中に導入そこも、まあこれで基本 OK なんですけど、最後、まあ、湿度調整と、あと、まあ、毎回言ってるんですけど、台にこれを削った場所をこれで埋め戻してくれたら、その卵を取り出すのすごい楽なんで、これをピッて取り出せばいいだけ。え、てかね、水苔ない最終化水湿ってんの言いましたよ。湿らしてます、もう。えここでピーク迎えてる。あ、違う違う、俺これ本当に自分で知りたいことだから。え、これどうやってんの普段。乾いたやつあるじゃないですか。はい、あれを、まあ、ケースの中に水入れて、で湿らして、ふやかしたやつを、まあ、軽く絞ってこの中に入れてって、でこれ一旦冷凍処理してこういう感じで保管します。あ、これですぐ管理できるんだ。はい、そしたらすごい楽ですよ。めっちゃ楽だな。使うたび毎回水で洗ってるからさ、それめんどくさいんですよね。うん、しかもなんか良くないとか聞くからさ、はい、だからちゃんと絞ってないと良くないです。まあ、ある程度絞っとけばぐちぐちじゃなければ腐んないんで。水ごけの動画出してほしいけどな。あちょっとやっぱどこでどれだけね、はい、腐ってきたかが分かるとか。ああなるほど、変え時も分かんないかな俺。確かに全く。でも腐るとかはないっすけどね。匂いとか出てきた、水分の色とか、水分かな、水分の。よし、これで、はい、完成。これの水苔がなくてもいいです。でこちら昆虫ゼリー。いや美味しそう。いや色はいいよね。でこれでアドゥンクスのメスを入れて、これでタラフク食べてもらって、あとは産んでもらえたらいいですね。やっぱもう 4K に変えましたから。めっちゃ綺麗だな。マジで綺麗です。やっぱ生き物はいいな、これぐらい。そうですね、良かったです、買い替えて。確かにゼリーなんかやってる場合じゃないんで、はい、えゼリー動画なんかやってる場合じゃないよ。いや僕の高画質も見たいでしょ。見たくないわあの苦しんでる絵の高画質いらないわ。いやマジで絶対見てください皆さん。確かに本当にお、なんだろう、なんか全身全霊かけた動画なんで、花壇以来の重労働でした花壇よりもきついかもしれないし。確かに。はい、でこれを記入していきますんで、とりあえずもういまいちピンとこなかったらもう全部真似して書くのが一番いい。あーそっか、手に端折ったりしたらもう分かんなくなっちゃうんです。え、オスはこの間どうしてんの。さっきのこの間はまあ余生を過ごさせる感じですね。いいですね。僕はか、まあその本当に標本としてのなんか貴重価値みたいなのがあるんだったら、やっぱ弱ってくるとどうしても腐節とか取れて、腐節を探すのとかが大変だったりとかしちゃうんで、締めるパターンもあります。まあ僕は極力余生過ごさせる方向でやってますけど、標本とかあんまりやってないんで、はい、こんな感じですね。どうでした、久しぶりでしたけど。確かに改めて見るとやっぱいいですね、画質が良くなったから。あそう、サンラセットがいつもやる、何倍マシにも見える。橋本さん肉眼で見れるはずですけどね。えでも、まあ、そうカメラ越しで見ればいつもやればこんなっちゃうんです。そうか、そう確かに何回かミスってるか俺最初の序盤の方とか僕ここまで切れて話してる時もありましたもんね。確かにな、あれ本当わざとじゃなくて、まあ、こちらもね何かの縁ですから、うん、精一杯ブリード頑張っていきたいと思います、はい、質問コーナー八村さんです。おはようございます。あざーすって言いました。おはようございますって。あ、おはようございます。はい、こんにちは。こんばんは。いや、もうおやすみなさい。いや、終わっちゃうよじゃん。
はい、ということで早速やっていきたいと思います。はい、僕がスクショ撮って気になったやつなんで、はい、ちょっと皆さんが興味ないよっていうやつもたまにあるかもしれないんですけど、そこはもうご了承ください。わかりました。はい、じゃあ早速ミモリクワガタってどこに売ってますか。え、なんでそれ選んだの。買いたいですって。いやいやでもスクショしちゃってたんで。数ある質問だから絶対それはおふざけだからミモリクワガタは ね何、宮崎県とか熊本に結構多いって聞きますね。自分が九州出身だから。ミモリ県、ミモリっていう姓の人が、あ、そもそもそうだった、はい、熊本に多いらしいので、はいはいはい、熊本の山とかに結構いるかもしれないです。いないよ。すいません。じゃあ次参りましょう。ゼリーフィルムを剥がしてから揚げてらっしゃいますが、食べ散らかして汚れるということはあまりないのでしょうか。十字のゼリーカッターなどを使った方が、散らかしが少なくメンテナンスが楽だったりしますかっていうので。ああ、はい、あるんですよ。十字のゼリーの蓋の部分あるじゃないですか。はい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 、ビニールのあれをこう刺して十字でやって、もうそれだけで置いとけば餌食えるっていうやつがあるんですけど、そっちの方が絶対汚れたりは減ります。あ、そうなんだ。はい、だから僕が剥がしてるのはなんていうんですか、ゼリーのその十字カッターの方がすごい楽なんですけど、剥がす手間もないしメンテナンスも楽になるっていうのはあるんですけど、食いづらいんじゃないかなっていう。僕が自分がカブトムシクワガタになったとしたら、ただまあ結局十字でショップとかなんてもう相当な数いるから十字なんですよ、全ほぼ。ただ十字のやつだと僕が食いづらいんじゃないかなっていうので十字のやつじゃないです。ああ、はい、本当理由はそれだけなんですか。本当それだけです。ただだからもう自分の中で、あとは見栄え的な部分ですかね。そのケースに入ってて、はいはいはい、ゼリーの蓋をこう切ってる状態だと食べ終わった後のやつとかがビニールのフィルムがビロンってなってるのがちょっと嫌だからっていう。ああ、なるほど、はい、ぐらいですね。だから正直十字のカッターの方がテンポもいいですし、ゼリーを開ける手間としても楽ですし、まあ、入れた時のそのゼリーがマット土に落ちてそこに今コバエが湧いたりとか、はいはいはい、こう汚くなるっていうのは防げるんで、十字カッター持ってる人はもうバンバン使った方がいいと思います。一時期やってたんですけど、そっちの方が楽だから、うんうん、だから僕が虫だったら食いづらいかなっていうのがあったんですかね。はい、途中でやめちゃいました。あ、ちょっとふざけたいところなんですけども。ふざけたよ、まあ、今だいぶ。あ、いいですか。いやいや、ふざけてないです。虫の気持ちになるからないから。いや、まあでもなんで、まあこの動画の最後の最後ですから、そんな、はい、もうふざけ切った後なんで、ここはふざけないようにできるだけしたいと思います。はい、はい、ということで、はい、質問またどしどしお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。